おやすみ、シュンと日本語。皆さん、こんばんは。日本語教師のシュンです。皆さん、今日はどんな一日でしたか？皆さんの週末はどうでしたか？最近は天気も暑くなってきましたね。そして日も長くなってきました。だから最近はいつもジムの後にビーチに行ったり、友達とバーに行ったりしています。天気が良くて暖かいので、外で過ごすのは気持ちいいですね。でも今、ヨーロッパやアメリカは、今は冬ですから、本当に寒いですよね。日本も今は寒いです。どうですか？雪が降っていますか？ちょっと変ですね。私の友達のインスタグラムを見ると、みんなジャケットやコートを着ています。クイーンズタウンの冬もまあまあ寒かったので、やっと暖かくなって嬉しいですね。暖かくなるといろいろなところに行きたくなりますよね。山の中でのんびりしてコーヒーを飲むのもいいですよね。あと、ビーチでのんびりして泳ぐのもいいですよね。去年の夏は確かニュージーランドの北のタウランガという町にいたと思います。毎日本当に暑かったですね。そこでキャットシッティングをしていました。皆さんはキャットシッティングを知っていますか？猫を飼っている人が旅行をするときに、猫の面倒を見てもらう代わりに、家に無料で泊まることができるサービスです。面白いですよね。私がこの時付き合っていた元カノは、猫が大好きだったので、私と元カノと友達でキャットシッティングをすることにしました。面白い経験でしたね。猫は最初私たちに慣れるまで少し時間がかかりました。でも本当に可愛い猫でした。ちょっと恋しいですね。タウランガに住んでいる時はよくビーチに行っていましたね。いろいろなビーチがあって楽しかったです。夏は本当にいいですね。まあ私はいつもポジティブですけど、夏は気持ちがもっとポジティブになると思います。将来は暖かいところに住みたいですね。冬も雪も綺麗ですけど、まあ暖かい気候が一番いいですね。今年の夏も楽しみたいです。皆さんは今冬かもしれませんけど、夏はどんなことをしますか？夏と冬とどちらの方が好きですか？よかったら寝る前に YouTube のコメントで教えてください。では、今晩もゆっくり休んでください。じゃあまたね。おやすみ。Tonight's words and phrases. 過ごす to spend time. まあまあ pretty. やっと finally. 飼う to have a pet. 面倒を見る to look after. 代わりに exchange with or instead of.
付き合う to date 元カノ ex-girlfriend 経験 experience 慣れる to get used to 気候 climate Thank you so much for listening. If you like this channel, be sure to subscribe before you fall asleep, so you will not miss my new episodes. If you would like to listen and practice, I have a transcript on my Patreon page. The link is in the description. There you will be able to find the transcript for my other podcast, Japanese with Shun as well. Thank you so much for your support, and have a great night. Oyasumi. Thank you.